君が代は千代にや千代にさざれいし岩尾となりて苔の娘まで。ナム天正皇太子、ナム天正皇太子、ナム天正皇太子。初見で古事記、やっぱり古事記でしょ。古事踏み、上妻木、上合わせたり。天地初発の時という書き出しは、古事記序文や日本書紀が中国の陰陽論に基づいて天地の始まりを述べるのとは異なる。例えば日本書紀神代上の冒頭が混沌から陰陽を分かれて天地となるというのに対して、どのようにして天地となったかには触れることはなく、ただ天と地とが始まった時にとだけ言うのがこの書き出しである。天地の始まりそのものは述べず、その始まりの時に高間ヶ原に神々が現れたことから述べるのである。原文雨土初めて現れし時に、高天の原になりし神の名は雨の水中主の神、次に高見むすひの神、次にかむむすひの神、この三柱の神は共に一人神となりまして、身を隠しき。現代語訳、天地が初めて現れ動き始めた時に、高天の原になった神の名は雨の水中主の神、次に高見むすひの神、次にかむむすひの神、この三柱の神は皆一人神として身を隠した。天というのは、注釈を読みます。天を自然的存在ではなく神々の住む一つの世界として捉える時の呼び方、これが高天の原。訓中に従いまして高天の原と呼んでおきます。普通ね、高間ヶ原とかつづめてね読んでしまいますが、天というふうに読むことにより、高い、高、高いイコール天原という言葉の構成であることを示す。高天の原にというのは、神代の7代の神々の出現にまでかかる。だから まだまだ文節としてはこう、切れてるようには見えますけど、続いていくわけですが、とりあえず一旦ここで切っておきますね。それから神のお名前ですね、少しここの注釈をしています。いきます。雨の水中主の神、水中っていうのの音中ですね、音中、今も手紙で書きますけど、身というのは中を尊んだもの、天の中心にあって主催する神、それから高見むすひの神。高見というのは、高いという字にその音中の音ですけれども、高い状態になるという意味。むすひの神のむすひというのはむす、生成するなるっていうことですね。それからひというのは霊力、つまり生成力の神格化。むすというのはもともとは産むす、すなわち産むということですね。ボン、産むという言葉の派生語で、他動詞である。それから神という言葉ですね、神という、日本の神っていうのはゴッドではないので、なかなかこの概念が分かりにくいかもしれないですね。もうなんとなく使ってしまっていますけれども、はい、支店さんこんにちは。村上さんいらっしゃいませ。国家建設費、はい、天地を作ってまいりますのでよろしくお願いします。古事記はすべて暗記している、冷田霊一郎。そうきたか、妖怪ハンター。ですね、
神というのは神としての意味、高みむす日の神とともに全てを導く根源的な生成のエネルギー、神、カムむす日の神ですね。このカム結びの、ごめんなさい、高みむす日の神が、高天の原の側に働くのに対して足原中津国の側に働き続ける、こちらがカムむす日の神と。それから一人神ですね。男女という性を有した身体において役割を果たさない神、言いたいことは分かりますけどね。次にここですね、身を隠しき、これですが、写し身を隠して表さず潜められたところで神々の世界に対して働く。それでは続きいきます。原文、次に国若く受ける油のごとくしてクラゲなす漂えるときに足カビのごとく燃え上がれるものによりてなりし神の名は馬し足カビ彦児の神、次に雨の男たちの神、この二柱の神もまた共に一人神となりまして身を隠しき。現代語訳、次に地上世界が若く水に浮かんでいる油のようでクラゲのようにふわふわと漂っていた時、足が芽を吹くように兆し伸びるものによってなった神の名は馬し足カビ彦児の神、次に雨の床たちの神、この二柱の神もまた一人神として身を隠した。国というふうに出ていますが、国家、村上さんの言うところの国家かどうかっていうとそういうわけではなくて、自然的な存在としての地ですね、天に対する地というものを一つの世界として捉え直した時の呼び方。受ける油のごとくして、ここですが天と地とが始まり、高天の原に神々が現れた時の地上の状況、国と、地ですね、国となるべきもの全体が形定まらずにある状態を受ける油やクラゲに例える。国土が海上に浮いているのではない、確か日本書紀の方では鳥の卵のようでっていうふうにあったと思います。それからですね、足かみのごとく燃え上がれる、これですね、足の目のようにというのですけれども、足かび、足はよしとか足の足ですね、かびっていうのは牙というふうに書いてあるんですが、これは草かむりをつけると目になりますからね、目に通じているわけですが、かびというのはばい菌のばい、いわゆるかびがつくとかね、青カビとかのカビと語源としては同じらしいですね。芽生えるというような意味があるそうなので、でもね、足、植物の芽がこう出てくるのとね、カビが生えるのではちょっと随分イメージとしてはね、現代的には違いますけれども、私は今今研究機関、理系の研究機関にいるんですけれども、カビなんかね、1000倍ぐらいの顕微鏡で見るとすごい美しいんですよ。驚くほど美しくて、引き伸ばして写真貼ろうかなと思うぐらい綺麗なんですね。なので最近はカビがちょっと可愛く見えますね。この足の目のように生き生きとした生命力を表す神、これが馬し足カビ彦児の神というものですね。それからですね、次に雨の床たちの神、これですね、結びの神の働く天の場の出現、床というのは生殖誕生の場、なるほどね、床ね、常という字はその場の持つ高級性を含意、含むと、そこで無数日が働いて神々を生成する。さて、それでは続きいきます。
原文、神の下りの五柱の神は事を余す神ぞ。現代語訳、以上の五柱の神は事を余す神である。事を余す神というのは何かというと、特別の余す神の意味。はじめになり、天地の世界すべての源となる存在として、こと、分けるという字ですね、別という字ですが、ことという接頭辞をですね、冠しているわけです。さて続き参ります。原文、次になりし神の名は、国の男たちの神、次に豊雲の、しけ、豊雲の神、この二柱の神もまた、一人神となりまして身を隠しき。現代語訳、次になった神の名は国の常たちの神、次に豊雲の神、この二柱の神もまた一人神として身を隠した。それではですね、国の常たちの神、これの注釈いきます。国を作る神々を生成するための場の出現、次に豊雲の神、これはですね、豊豊かイコール雲の神というような言葉の構成になっていますので、生気、生きる空気の気ですね、生気の象徴たる雲が覆う豊かなのの意味で、生成の具体的な場、雲がもくもくとこう湧いている、それがこう生命力の何か、そういうものを象徴しているのでしょうかね。はい、村上アプリありがとう。足のワカメの画像、牙やね、本当だね、これは牙っぽく見えますね、タケノコの細いやつみたいですけど、なるほどね、このように出してみるとですね、確かにすごく納得がいきますね、ありがとう。それではですね、続きいきます。次になりし神の名はウヒジニの神、次にイモスヒチニの神、次に角食いの神、次に芋育食いの神、二柱、これ割り中ですね、次に大殿、大殿寺の神、次に芋大、芋大殿部の神、次に主だるの神、次に芋あやかしこねの神、次にイザナギの神、次にイモイザナミの神。現代語訳、次になった神の名はウヒジニの神、次にイモスヒコニの神、次に角食いの神、次にイモイクグイの神、二柱、次に大殿寺の神、次に芋大殿部の神、兄弟なんでしょうね、次に主だるの神、次に芋あやかしこねの神、次にイザナキの神、次に芋イザナミの神、この辺でね、なかなかどん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 神様が湧いてきて、国がだんだんできてきた感じがしますが、国じゃないか、まだ。さて、じゃあ少し注釈を読みます。ウヒジニの神、これですが、ウというのの意味がわかりません。ヒジというのは泥です。ニというのは男性とを表す設備字みたいですね。次に妹のですね、スヒチニの神。スというのは砂、ヒチは先ほど申しました泥ですね、砂の泥、ニというのは女神の意味の設備字、以下ですね、待遇神、二人一組の神となりますが、男女としてのイザナヒの神、イザナミの神の身体形成の過程を表す、ヒジ泥というのは、木、実、二柱の身体の原質、泥からなる神なんでしょうかね、ムットマンですね。
それから角食いの神、これですね。角食いの食いという字ですが、ちょっと難しい字ですね。木偏にですね、寒夏交ゆる幾星霜の寒、違う、夏の方ですかね。これは身体の原型の兆しを言う。角というのは芽生える形を表し、先ほど牙っていうのがありましたけど、角もそうなんでしょうね。それから活力の活、妹の方ですね、幾食いの神、この幾という活力の活という字は生命力にあふれるという意味。次に大音の字の神の頭というのですが、性的な部位、生殖器なんでしょうかね。大音の字の神、妹は大音の部の神、この字と部というのが男女、それぞれ男女の意味みたいですね。次に、おもだるの神。おもというのが、お顔のことですね。表とか言いますよね、おも。それから、だるは、たるという意味で、身体が具足しているということみたいですね。それから、その妹のあやかしこねの神。かしこというのは、かしこみ申すですね。いふのいという意味ですね。ねというのは設備字。それから、あやは感動、感動詞。次ですね、次がいよいよ、イザナギの神、妹のイザナミの神。イザというのは、いざなうという、いざなう時の言葉ですね。いざ行かんとかのいざなんでしょうかね。なというのは、のというような助詞みたいですね。きとみはそれぞれ男女を表すような設備字みたいですね。名義からは神としての性格は明らかではないが、待遇の、一組のですね、神々の名の持つ大地性が国づくりの神たる内政を示す。ことを天津神に導かれて高天の原になった神々を7代とする。長い時間的展開であることを願意する。原文、上の下りの国の常たちの神よりしも、イザナミの神より先は、合わせてカムヨナナヨという、ここに割り中がついていて、神の二柱の一人神はおのおの一ヨという、次に並べる十柱の神は、おのおの二柱の神を合わせて一代という。現代語訳、以上の国の常たちの神からイザナミの神までの神々を総称して、カムヨナナヨという。上記の二柱の一人神はそれぞれで一ヨという一代ですね。次に、男女の対の戌神はそれぞれ男女二神を合わせて一ヨ、一代と数えると。さて、以上でですね、諸発の天地諸発の時終わります。ボルちゃん、こんにちは。古事記は天皇信仰のバイブル。いや、あまりイデオロギー的なものは入れないでいきたいと思います。次に、イザナギの神とイザナミの神のところに入っていきます。注釈から、まずまとめのところからいきますね。イザナギの神、イザナミの神までの神々は、高天の原においてなる神の名は、なんとかかんとか、次なんとかかんとか、次なんとかかんとかという構文で列挙される。皆高天の原に出現すると認められる。だから、高天の原にが、なる神っていうことで列挙されてですね、最後までこの高天の原がかかってくるわけですが、また、国若くクラゲナス漂える時にというのと、この漂える国を、これなんて読むんでしたっけ、繕い固めなせ、との称号も、その間、国には変化がないことを示している。国というか、地ですね、天と地の地の方ですね。そして、天津神の命令によって漂える状態の国に対する働きかけが始まる。
作ろう、漢字では修理という字になっていますが、修理と書いて作ろうと読む、本気と書いてマジと読む。作ろうというのはあるべき様に整え正すことを意味するが、天つかみはそのあるべき様を掌握しているのである。あ、なるほどね。作るっていうよりはむしろ直すっていうことなんですかね。あるべき様。直す、どう言ったらいいんだろう。なんか直すとも違いますね。天つかみはそのあるべき様を掌握している。天つかみとりわけ高み結びの神のエネルギーのもとに、イザナギ、イザナミ、ニシンの国づくりは進められていくということである。その話ですね。イザナギの御事とイザナミの御事。はい、村上さん、まだ神を柱と数えないんだね。いや、二柱の神もとか出てきているかなと思うんですが、戸柱の神とかね、書いてある、一応書いてありますかね。私のなんか言い方が間違いましたかね、ごめんなさいね。次ですね。まず第1弾は小野五郎島というところですね。原文、ここに天つかみ諸々の御事持ちて、イザナギの御事、イザナミの御事の二柱の神に祈りたまわく、この漂える国を繕い固めなせと祈りたまい、雨の御矛をたまいて、ことよしたまいき、彼二柱の神、雨の浮橋に立たして、その御矛を差し下ろして、かきしかば、塩香炉に書きなして、引き上げし時に、その矛の末より滴り落ちし塩は重なり積もりて島となりき。これ小野五郎島ぞ。ここまでですかね。現代語訳。そこで天つかみ一同の仰せで、イザナギの御事、イザナミの御事の二柱の神に、この漂っている国土をあるべき姿に整え固めよという御事の祈りを下し、雨の御矛、すなわち玉飾りを施した矛をお授けになって委任された。それで二柱の神は天の浮橋の上にお立ちになって、その御矛を、沼矛と書いて御矛を差し下ろし、かき回したところ、塩をカラカラとかき鳴らして、引き上げた時に、その塩の先から滴る塩は、滴って島になった。積もってですかね。積もって島になった。これを小野五郎島という。面白いなと思うのは、この香炉にかき鳴らして、このような、こう、擬態語というかですね、こういうものがもうすでに出ていて、なかなか、カラカラとというふうに、現代語では訳してますけど、非常にこういう表現が可愛いですね。なんかあんまりこういう、なんて言うんでしょう、同じ言葉をこう重ねていくような擬音語とか擬態語っていうのは英語ではあんまりなさそうな気がしますね。なんか子供っぽいらしいですね。さて、では注釈を読んでみます。天つかみ諸々の云々というところですが、高天の原に現れた神全体を指す、どの神というふうに具体的には指さず、高天の原からの働きによって、イザナギの神、イザナミの神の国づくりが始まった。イザナギの神、イザナミの神はなったが、地上世界は何も変化がないのであり、それらの神々の出現が高天の原においてであることを明かしている。これ「繕い固めなせ」という命令ですが、固めるというのは、先ほどは漂える、浮いた油のようにと書いてありましたので、それをですね、ふわふわしているのを定まったものとし、完成させなさい、仕上げなさいというようなことみたいですね。それからここの雨の浮橋ですね。なんかこう、
この雨の浮き橋という表現は古典では本当によく出てくる表現ですが、天空に浮かんだ橋、高天の原から地上世界に特別な神が、天下るに際して立つ場として現れる通路ではない。なんとなく、なんか SF 映画でなんか出てくるような光のなんかそういうものがちょっとイメージとして私の中に浮かびました。この航路にのこの擬態語ですが、航路というのは河原というものと同源、カラカラという音。さて次は神の結婚の段です。第2段、神の結婚。おのごろ島を得て、イザナギの神、イザナミの神の活動が始まる。男女として交わって、島、神を生むことがその活動であった。ちょっとだけミュートします。ごめんなさい。ただいま、それでは始めます。少し寒くなってきましたね。曇ってきました。皆様のところはいかがでしょうか。原文、その島に天下りまして、雨の御柱を見立て、八尋殿を見立てき、ここにその妹、イザナミの御事を説いて言いしく、汝神はいかにかなれると言いしに、答えて申ししく、阿神はなりなりて、なり合わぬところひとところありと申しき。しかくしてイザナギの御事の乗りたまいしく、あがみはなりなりてなりあまれるところひとところあり、彼このあがみのなりあまれるところをもちて、汝神のなりあわぬところを差しふさぎて、国を生みなさんと思う。生むはいかにと乗りたまいしに、イザナミの御事の答えて言いしく、しかよしと言いき。一旦ここで切りますか。現代語訳、二柱の神はその島に天下りされて、天の御柱を見出し、八尋殿を見出した。この下るというね、高という字ですが、高天の原から権威を追ってですね、それで降下をすると。ただ降りるというんじゃないんでしょうね。何もないはずのこの島にですね、この柱やこの御殿が立ってるっていうのはちょっと不思議な気がしますが、八尋とのこれですね、八尋というのは建物の広さを取るという説が有力だが、二柱の興行の場が広大でなければならぬという必要はない。神聖の象徴としての高さと見るべきもの。さて、そこで戻りますね。イザナギの神がその妻のイザナミの御事に尋ねて、お前の身体はどのようにできているかというと答えて、私の身体は何と整ってまだ合わさらない合わないところが一箇所ありますと申した。
さらにイザナギの御事が、私の身体はなり整って余ったところが一箇所ある。だからこの私の身体の余分なところで、お前の身体の足りないところを差し塞いで国を産もうと思う。産むことはどうかと仰せになると、イザナミの御事は、はい、それでよいと答えて言った。原文、しかくしてイザナギの御事の乗りたまいしく、しからばあれと何時とこの雨の御柱を雪めぐりあいて、水戸の間具合をせんと乗りたまいき、各ちぎり手すなわち乗りたまいしく、何時は右より回りあえ、あれは左より回りあわんと乗りたまいき、ちぎり終わりて回りし時に、イザナミの御事のまずいわく、アナニアし、ええ男をと言い、後にイザナギの御事の言いしく、アナニアし、ええ乙女をと言いき、おのおの言い終わりし後にその芋に乗らして言いしく、お皆のまず言いつるはよくあらずと言いき、しかれども組戸に起こして海し子は昼子、この子は足舟に入れて流し去りき、次に淡島を産みき、これもまたこの面には入れず。現代語訳、そして、あ、すみません、ちょっと耳鳴りが、なんかマイクがなんて言うんでしょう、キーンってなるときありますよね。ああいう風にちょっと今なってます。やばいです。よっしゃ。ですね、そしてイザナギの御事は、それならば私とお前でこの天の御柱の周りをめぐって出会い、神女で交わりをしようと仰せになった。こう約束をして、すぐにお前は右からめぐって私と出会え、私は左からめぐってお前と出会おうと仰せになった。女性をお前呼ばわりする人はどうかと、平成の世では言われそうですね。さあ続き、約束し終わって柱をめぐり出会った時に、おっとっとっと、耳鳴りが、昨日ちょっと病院に行けなかったんですよね。約束し終わって柱をめぐり出会った時に、まずイザナミの御事が、イザナミの御事が、ああなんと愛しい殿御でしょうと言い、後からイザナギの御事が、ああなんと愛しい乙女だろうと言った。それぞれ言い終わった後で、イザナギの御事が妻に仰せになって、まず女の方から言ったのはよくなかったと言った。そうは言いながらも、婚姻の場所でことを始めて、産んだ子は昼子だった。この子は足の船に乗せて流し合った。次に淡島を産んだ。これもまたこの数には入れない。それでは注釈を少し入れます。水戸の間具合というのは訓字で、漢字でですね、表せないので仮名で書かれる。間具合は性の交わりを言うが、先になり余れるところをもって云々なり合わぬところを差し塞ぎてとあるのを受ける。いや、こんなこと言わなくても分かりますよね。はい。水戸というのは神女のことである。ここのアナニアシエ男を、アナニアシエ乙女を、これですが、アナニは、感動詞、平安時代だとアナヤとかねありますけどね、ヤというのも感動の助詞ですね。シというのは強める言葉ですね。
えというのは愛すべきの意味ですね。え乙女、え男、男は若者ですね。最後の「え男王」の「王」はですね、感動ですね。だからかなり感激しながら言っていますね。はい、ヒルコ出た 出ましたね。さあ、そのヒルコの話をじゃあしましょう。島海の初めに産んだものですね。まあヒルコと、あとそれから粟島ですけれども、何島とは言えない失敗作であると、島足りえないぐにゃぐにゃのぐにゃぐにゃのものを昼に例えて言うと、まあ、要するにほらふわふわしてドロドロしてるのを固めようとしてきたわけだから、固くならなかったのは失敗っていうことになるんでしょうね。それで島足りえないものだから捨てたということで、なかなか捨て去る、押し離す、遠ざけると、こういう意味ですね。粟島、これもですね、島足りえなかったものだが、昼子とは違って一応島の体を成すもの。粟という字ですが、さんずいに火2つ書くやつね、炎を書くやつ、これはあわあわとして頼りないという意味、そういう島でしかなかったという意味である。なかなか厳しい話ですが、イザナミがこのヒルコとですね、粟島とは子供の中には入れませんと、カウントしませんというふうに、ちょっとどうなのよそれって思いますけどね。まあいいや、続き読んでいきます。原文、ここに二柱の神の計りて曰く、今我が産める子よくあらず、なお天津神の身元に申すべしと言いて、すなわち共に舞い上り天津神の御事をこいき、しかくして天津神の御事を持ちて、不当まりに占いて乗りたまいしく、お皆のまず言いしによりてよくあらず、また帰り下りて改め家と乗りたまいき、彼、しかくして帰り下りて、さらにその雨の御柱を行き巡ること先のごとし。現代語訳。そこで二柱の神は相談して、今私たちが産んだ子はよろしくない、やはり天津神の身元に参上してこのことを申し上げようと言って、直ちに一緒に高天の原に参上し、天津神の指示を求めた。そこで天津神は太まにで占い、女が先に言葉を言ったのでよくないのだ、まあ逆なんはダメよと、また下って帰り言い直しなさいと仰せになった。こうして二柱の神は小野殺島へ帰り下って、再びその雨の御柱を前のように巡った。さて、それでは注釈を少し読みます。産むことがうまくいかないというので、天に昇り雨に昇り天津神の、命を乞い、ここに改めて天津神が関与することによって事態は進展する。そもそも国のあるべき姿は天津神によって掌握されており、それに向けて国づくりはなされる。何か何でしょう、人類補完計画みたいな感じなんですかね。それで高天の原から導かれるところによって、ことによって国は世界として成り立つのである。さて、それから「太間に」という言葉が出てまいりましたね。「ふと」というのは、小字、まあ細いよりいいわけですね。まあ称賛する言葉ですね、「ふと」というのはね。「間に」というのは現れた兆しの「間に間に」ということで、墨線を言うか。まあその占いのその印というかね、現れを言うんでしょうね。で、まあ太マニで占ったと。太マニって鹿の骨かなんかで占うやつでしたっけ、鹿の肩甲骨かなんかでね。
まあ、産んだ子がなぜ良くないのかについて天津神は女が先に行ったからだと、このように占って、占いの結果として、また地上に下ってですね、地上ってまだ地はないんですけど、下って改めて家へと、このように指示をするわけですね。さて次に第3段、国海神海の段に参ります。まず解説からいきます。イザナギの神、イザナミの神は交わって国土を生み出そうとするが、初めはうまくいかずやり直す。日本書紀本文では海存じ、やり直しのいきさつは語られない。日本書紀の形を本来の伝承の形に近いと見る説もあるが、それぞれの世界像という点から見るべきであろう。日本書紀ではイザナギ、イザナミは陰陽神として、陰陽の神として自らが原動力となって働く。天の神が関わることなく、二神によって全てを生み、世界の生成は果たされる。これに対して古事記では、高天の原から働く力が地上の世界を成り立たせる。天津神、特に結びの神の関与のもとに成り立つ世界として、イザナギ、イザナミの活動のそもそもの出発から国づくりの完成までが語られる。海存じ、やり直しのいきさつは天津神の関与によって正しい方向に向けられ、天津神の掌握する姿に向けての修理がなされるということを示す。まあ、修理、繕うということですね。イザナギの神、イザナミの神の島海の下りに入りますが、これを列島の島々をそのまま生み出したと受け取ることはできない。今世界全体は漂えるのみである。それをかき鳴らした時、潮の累積が島となった。それによって、イザナギ、イザナミ、ニシンの生んだものも島となり得たのである。どのようにして島となり得たかについて、古事記は具体的に述べているわけではない。服部中庸三大公は、三原より、お腹からですね、三、生み出したもうところは小さきものなれど、そのものにかの漂えるものより集まり、懲りて国土とはなれるなりというが、そういう過程を具体的に考えることは、古事記を離れて新しい国土生成の神話を作ってしまうことになる。ここでは漂える中から島がなったのだとだけ受け取ればよいと、あまり余計なこと考えるなっていうわけでしょうかね。さて、それでは原文読んでまいります。あと15分ほどですね。どこまで読めるかな。ちょっと長いんですよね、ここね。ちょっと長いので、あと15分では読めませんから、一旦切りますね。少し休憩をしてから、国海、神海のところに行きますか。申し訳ございません。今日なるべくガンガン読んでいきたいと思いますので、よろしく。南無天正皇太子、南無天正皇太子、南無天正皇太子。ありがとうございました。